スターマンは日本の競走馬である。菊花賞の前哨戦である京都新聞杯で二冠馬成田ブライアンを破ったことで一躍注目を集めた。引退後は種牡馬となったが2002年に種牡馬登録を抹消して乗馬となっている。1993年10月16日デビュー戦となる京都競馬場の新馬戦を逃げ切って勝利した。その後も足元の不安からダートを中心に使われ、春のクラシックには間に合わなかった。1994年4月17日、関東でクラシック1冠目の皐月賞が行われるのと同じ日に、阪神競馬場の蓮華賞でようやく2勝目を挙げた。後続を3馬身半の皐月離した上、勝ち時計もレコードに0秒1差という優秀なものであった。これを契機に能力が開花し、白富士ステークスを勝利、神戸新聞杯でもメルシーステージを破って、重賞初制覇を果たした。続いて、菊花賞を前に、京都新聞杯に出走。このレースには、三冠を狙う成田ブライアンも秋、初戦として出走していた。成田ブライアンは、単勝 1.0 倍という圧倒的人気を集め、日本ダービーで成田ブライアンに続く2着となった、エアダブリンが2番人気で 11.3 倍、3連勝中だった、スターマンは 15.5 倍の3番人気に過ぎなかった。レースでは、馬群の外を回って先頭に立った成田ブライアンに、対し、内ラチ沿いからうまく抜け出した、スターマンが競り勝ち、4連勝を達成した。その後の菊花賞では、三冠を達成した、成田ブライアンに対し、5着に敗れる。そして、これが、結果的に唯一の GI 出走となった。鳴尾記念は4馬身差で勝利したが、アメリカジョッキークラブカップでは5着。そして大阪杯に向けた、調整中に、屈腱炎を発症し、長い休養に入った。1年半後の6歳の夏にダートのオープン特別、KBC 杯で復帰したが、9着に敗れる。だが、小倉記念と朝日チャレンジカップで続けて2着と、健闘した。しかし朝日チャレンジカップのレース中、右前足の浅屈腱を断裂したことが判明し、そのまま現役引退となった。引退後は、種牡馬となったが、中央競馬でオープンクラスまで昇級した謎以外の活躍馬はなく、また血統登録された3区もわずか20頭に過ぎなかった。2002年に種牡馬も引退し、以降はその功労により、引退名馬券要展示事業の助成を受けながら、愛知県の乗馬クラブで乗馬として、つなぎをされている。ありがとうございます。